パートナーシップ宣誓制度は3って感じで9出します。はい、わかりました。はい、じゃあ参ります。3、2、東京都パートナーシップ宣誓制度。そうですね、私もあの東京に住む東京都民なんですけども、こういった取り組みがあるっていうことはなんとなくは知っていたんですけど、やっぱり深くは知らなかったので、自分自身もこの撮影を通してすごく学ばさせていただきました。で、あのこちらのカメラを正面に。友人にも多くいるんですけども、あまりこう気にしたことがないというか、みんなこうそれぞれいろんな思いだったりとかをこう抱えて生きている、もっと普通に暮らしている人たちっていう感じなので、あまりこう気にしたことはなかったですね。なんかこう世の中がそういう風になってくれればいいなっていう風に思います。いろんな人がいるのが当たり前っていう、はい、お願いします。お願いします。私自身も知らないことまだまだたくさんあるんですけども、この番組を通して一緒に知ることができたらいいなっていうふうに思います。やっぱり知ると本当にこう世界の見え方が変わると思うので、一緒に勉強していきましょう。ぜひご覧ください。